定しちゃいけなくて、なるほど、僕はいつも言うんだけど、うん、こっちの方で活躍できる人ってやっぱいるんですよ。僕はこれオペレーターと言ってます。もう決められたものを最大効率でもう間違いなく失敗しないで手際よくこなすオペレーターゾーンとクリエーター、新しいものを発想して失敗を成功に変えていくゾーンと人間って2人いますよね。でオペレーターのゾーンっていうのはまあ 80%、 クリエーターのゾーン 20% いればいいんで、自分のこの社員を全員クリエーターにしなきゃダメなんだっていう発想は絶対しないでくださいと。ね、自分10人いたら2人はクリエーターとして片腕にしよう、 8人はオペレーターとして確実にお客様に不具合を届けない仕事しよう。あのこの使い分け大事ですから、今日の話を聞いてみんな全員ここ目指さなきゃいけないんだという感覚を持つんだったら、それだけはちょっと注意してください。クリエーターとオペレーター、はい、でオペレーター8割も大事ですよ、クリエーター2割は片腕として育てましょうよって、こういう概念が大事だと思います。